7月に行われるもので、実際7月下旬に行われたらしい。だが俺上条東馬は8月20日の今になっても再補修を受けている。どうも補修をサボったかららしい。らしいという曖昧な表現なのは俺が記憶喪失だからだ。7月28日以前の記憶がない。したがって身に覚えのないサボりのツケをなんだか知らないうちに支払わされているというのが今の俺だ。2000円。常盤台中学の制服誰だっけで、なんだこいつ。私には三坂美琴って名前があんのよ。いい加減覚えろクソバカ。やっぱ知り合いか。その自販機な、どうもお金を飲み込むっぽいぞ。知ってるわよ。裏技があんのよ。お金入れなくてもジュースが出てくる裏技がね。裏技？ちっちゃー！短パン。この自販機ボロっちいからジュース固定してるバネ緩んでんのよね。何が出てくるか選べないのが難点だけど。ってあんたどうしたの？常盤台のお嬢様はみんなこんなことやってんのか。女子校なんてそんなもんよ。女の子に対して夢見んなよ。てめえらが寄ってたかってこんなことしてっから自販機が壊れちまったんじゃねえのか。何怒ってんのよ。別にあんたに実害あるわけじゃない。飲まれた。一体いくら飲み込まれたわけ。2000円。2000円。ひょっとして2000円札。まだ絶滅してなかったんだ。そりゃ自販機だってバグるわよ。じゃあ取り返してあげるわ。どうやって？こうやって。あれ、いっぱい出てきた。2000円札出てこなかったけど、間違いなく2000円分以上出てきたから、これで OK？ って何思いっきり逃げてんのよ。おーい。